数年前の写真と現在の写真になります。おはようございます。幸せに生きると書いて構成です。はい、今日はですね、シェフが超脂肪燃焼スープを作っていきたいと思います。最近構成校長痩せすぎだけど大丈夫ですかとか、とても心配です、無理しないでくださいとか、かなりの数のコメントをいただきますのでご説明させていただきます。まずは本当に皆さん優しいですよね。泣くほど嬉しいですし、僕を支えてくださっている皆様のおかげさまでいつも頑張れることができています。いつもとても感謝しています。本当にありがとうございます。目の手術も落ち着いて、仕事自体は忙しくさせていただいてますが、僕自身はとても元気です。では最近なぜめちゃくちゃ痩せたかと言いますと、シンプルに健康のこととかを考えてダイエットをしていました。内容は基本的にスープダイエットで14キロ痩せることができました。数年前の写真と現在の写真になります。2020年はかなり顔がパンパンしていますね。こんな感じで前に比べて健康的な体になりました。証拠として一応体重を乗せておきます。もちろん健康を害さないように1日2リットルぐらい水を飲んだり、ビタミンサプリを摂取したり、筋トレやウォーキングなども併用したりしているのですが、ご飯は1日2食日替わりスープで栄養を満たしていました。ケトジェニックダイエット、つまり糖質制限ダイエットというやつですね。ダイエットは過酷で我慢というイメージですが、できれば健康的に、なおかつ毎日の食事も楽しみつつ痩せたいという方も多いと思いますので、今回僕が実際に14キロ痩せて、ダイエット食は味気ないというイメージがあると思いますが、プロの料理人だからこそ味を追求した最高に美味しいダイエットスープになっていますので、レパートリーの一つに入れていただけると美味しく栄養も補給できて美容にも良くてダイエットを頑張れると思います。シンプルにダイエット中でなくても美味しいので、ぜひぜひ参考にしてみてください。前置きが長くなりましたが、それでは早速作っていきましょう。まずはブロッコリーを処理していきます。ブロッコリーはそのまま洗っても水を弾いてうまく洗うことができません。ブロッコリーは水分の蒸発を防いだり、雨や病気から身を守るために自らブルームというものを分泌して自分をコーティングしているので、食べても害はないですが、中までうまく洗うことができません。ですのでボウルに水を張ってブロッコリーの房を下にしてから洗っていきます。こうやってねじり洗うことによって中までしっかり水が浸透して洗うことができます。たまに房と房の間に虫が入っていることがあるので注意しながら洗っていきます。茎の部分も軽く洗っていきます。この時点で結構ブルームが落ちていますね。白っぽくて油っぽいものがブルームになります。このブルームはよく農薬と間違われたりします。ボウルの水を変えたら、ブロッコリーの房は密集していて中に虫が入っていて、虫が取れていない場合があるので、ブロッコリーの房を下にして水に沈めて浮いてこないようにザルなどをかましたら10分ぐらい放置しておきます。たまに苦しくなって虫が出てくる場合があったりします。次に房を切り分けていきます。茎の根元から一つ一つ切り離していきます。中心部分になればなるほど茎が細く房が小さくなっていくので、一本一本切り分けていたら小さくなりすぎてしまうので、まとめて切っていきます。そしてブロッコリーの大きさをだいたい揃えていきます。軽く茎の方に切り込みを入れたら手で裂いていきます。手で裂くことによって、まっすぐ包丁で切り落とすよりも形が機械的にならずに自然な形に仕上がります。あとは形を揃えるために同じ要領で切り込みを入れて手で裂いていきます。ブロッコリーの茎をカットしていきます。乾燥している切り口を薄く切ったら、口に残りやすい茎の周りの皮を厚くカットしていきます。ブロッコリーの茎の中心部分は甘みがあってコリコリしていて美味しくなっています。あとは房と同じように処理していきます。これまでの洗い方でもかなり綺麗にはなっているのですが、ブロッコリーをバラして袋に入れて振り洗いすることでほぼ完全に綺麗に洗うことができます。水は一気にひっくり返すと汚れも上からかぶさるので、一個一個手で取り出していきます。こんな感じで弱いつぼみも一緒に振り落とされます。鍋にたっぷりの水を入れてお湯を沸かしてブロッコリーを茹でていきます。
塩を入れてから火をつけていきます。お湯を温めた状態で塩などを入れると突沸といって爆発的に沸騰してお湯が飛び散って火傷する恐れがありますのでお気をつけください。塩のナトリウムにはえぐみを抑えたり栄養素を残しやすくしたり下味をつけたり色を安定させる効果があったりします。塩の量はお湯に対して 1.5% が味がつきすぎず色を安定させるのにちょうどいい塩梅になります。なんでたっぷりのお湯を入れて茹でるかと言いますと、ブロッコリーの緑色はクロロフィルという色素なんですけど、このクロロフィルは熱と酸に弱いという性質があります。ですので食材に対してお湯の量が少ないと食材を一気に入れた時にお湯の温度が下がって温度が上がるまでその分長くお湯の中にブロッコリーを入れておくことになるので、たっぷりのお湯を沸かすことでブロッコリーを入れた時にできるだけお湯の温度を下げずにブロッコリーのお湯に浸かっている滞在時間を短くすることで色が抜けないようにしています。ちなみに熱につける時間を短くすることによってビタミン C とか熱に弱い栄養素も抜けにくくする効果もあったりします。ブロッコリーの茹で時間はだいたい1分半から2分ぐらいですが、季節や産地や状態によって違うので食べたりしながら確認するといいと思います。ブロッコリーに火が入りましたら、クロロフィルは熱に弱いのですぐに冷水に落として急速に冷ましていきます。ブロッコリーを長く水につけているとビタミン C は水溶性で栄養素が外に流れてしまうので、冷めたらすぐに水からあげて房についている水をしっかり切っていきます。水は痛みの原因になりますので房を下にして水が切れやすい状態にしておきます。保存するときはキッチンペーパーを敷いて水が切れやすいように房を下にしてから並べていきます。ブロッコリーを3段以上重ねないといけない場合はブロッコリーの重みで下のブロッコリーの傷むスピードが速くなったりするので、ブロッコリーの量に合わせてタッパーを使っていきます。ナスを洗って水分を拭き取ったら頭ギリギリまで身が詰まっているのでヘタのところギリギリを切っていきます。ナスのヘタはガクと言ったりもします。あんまり頭ギリギリで切りすぎるとガクが硬くなっているのでこのぐらいで切っていきます。線線の外側はガクで硬くなっているので包丁で剥いておきます。乾燥しているお尻の部分を切っておきます。ナスの皮に切り込みを入れておくことによって歯切れが良くなって食べやすくなります。あとはナスを回しながら乱切りにしていきます。ダイエットスープなので少し大きめに切ってあげると咀嚼回数も増えて満足感が出たりします。玉ねぎを一口大にカットします。鶏胸肉を掃除していきます。鶏肉を買ったらこうやって袋やパックなどにドリップがついていたりします。ダイエット中でしたら皮には多く油が含まれていますので取り除いておきます。皮は冷凍しておいて別の料理に使ったりすることができます。ドリップは臭みや雑味の原因になってしまいますのでしっかり拭き取ってから使っていきます。鶏肉を掃除していきます。食べている時に口に残ったり臭みの原因になったりするので血合いや硬い筋や余分な油などを掃除して取り除いていきます。一口大に切っていきます。少し大きめに切ってあげると肉自体が水分量を保てるようになるので満足度が上がったりします。ちなみにダイエットをする上で一番大切なのは健康的にを大前提ですが継続ですので、工数がかかりすぎると途中で挫折しやすくなるので自分の現状も踏まえながら無理せずにうまく冷凍食品など使いながら作ると継続しやすくなると思います。大豆の水にうずらの卵、コンソメ、トマトソース、イワシの缶詰はこのメーカーを使いました。例えばミネストローネでも冷凍食品とパスタソースなどの既製品をうまく組み合わせたりすると時短で本格的な料理を作ることができます。うずらの水分を切って軽く水洗いしておきます。鍋にトマトソースを入れていきます。トマトソースの瓶に水を満杯に入れて蓋を閉めて振って無駄なく使っていきます。次に調味料とナスと玉ねぎ、大豆の水煮を入れていきます。大豆に含まれている水溶性のビタミンが水分に含まれていたりするので丸ごと入れていきます。
イワシの缶詰を入れていきます。缶に水を入れて無駄なく使っていきます。缶詰はサンマやツナ缶などとも相性が良くなっています。イタリア料理ではよくアンチョビを使ったりしますが、アンチョビは片口イワシの塩漬けだったりするので、トマトとイワシの相性は良かったりします。あとはナスに火が入るまで煮込んでいきます。お湯が沸騰したら鶏胸肉を入れて、再度沸騰したらザルでこして、アクやぬめりなどの臭みの原因になるものを水で洗い流しておきます。沸騰したら弱火にしてアクを取り除きながらコトコトと煮込んでいきます。ナスの状態を確かめるために味見をしていきます。味見は真剣勝負ですので、決してふざけたりしないでください。ナスに火が入ったら、火の入りすぎを防ぐために仕上がり直前で鶏胸肉を入れていきます。最後に色が抜けないように直前でブロッコリーを入れて軽く温めたら盛り付けていきます。即席ミネストローネの完成でございます。具沢山でタンパク質や良質な油や栄養が豊富なんで、ダイエットや美容に最適ですし、僕は実際にこのスープを飲んだりしながら14キロ痩せることができました。味が本当に美味しいし満足感もあるので、ダイエット中の方はぜひ一度試してみてください。もちろんダイエット中じゃなくてもシンプルに美味しいので本当におすすめです。いやうまそうですね。いただきます。いや、うんま！何これ？もうめっちゃ肉うまいやないかい。こちらのスープは即席で作ったとは思えないぐらい本当に美味しいですね。特にアクセントで魚の缶詰が入っているので、旨味と良質な油が加わって味に深みが出るんで、もう本当に美味しいですね。あとはナスとブロッコリーと鶏胸肉の火の入り方を意識しながら調理しているので、それぞれの食材の食感が生きていて、自分たちの特性を生かしてくれて本当にありがとうと食材から言われたような気がしました。美味しくて健康にも良くて美容にもいいんで、もう最高ですね。こちらのスープは後でゆっくりいただきます。いやー今日もめちゃくちゃ美味しかったです。食材に感謝、ごちそうさまでした。はい、それではシェフが作る超脂肪燃焼スープいかがだったでしょうか。何かを始めるとき無理して始めたり我慢しすぎると必ず長続きしません。僕なんか誘惑があったらすぐに負けてしまいます。ですので人間はもともと弱いという生き物前提で仕組みを作ることがとても大切になってきます。そしたら弱い自分でも無理なく続けることができたりします。弱い自分を受け入れてそれに合わせて改善していきたいものですね。この動画が良かったらぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。